はい、初参戦になります青木です。そうですね、全力でぶつかってできたら時間をかけてしっかり最後決めたいなと、うなぎも使うから一本取りたいなと思っております。この試合が決まってからですね、起きている時は常に頭のどこかに青木選手の存在がいて、で今日も記者会見を久しぶりにこう目の前にすると、朝の5時に起きてなんかこう緊張しているのかなと、そのままジム行ってトレーニングしてそれで進化するっていうのを聞きました。自分にとって青木選手はそういうふうにですね、緊張感を保ってくれる、そういう人です。で今から6年ぐらい前ですかね、IGF の方で初めてシングルをして、体の強さ、速さ、技、しっかりと体で、いまだに昨日のように思いますけど、昨日のように思いますので、あの時は本当に苦しい終わり方をしました。あれから何年ですかね、何年ですか、だいぶ経ってると思うんですけども、ここでまたこうやってですね、ノンドリングでそのシングルができるとは思ってもいませんでした。自分ももう54になりましたので、パッと見たら青木選手も39ですね、あっという間に年が過ぎていくと思いますので、この瞬間ですね、もう最後だと思って、今回自分挑戦者です。全力で挑みたいと思います。